さあ、始まりました。始まりましたね。乃木坂ってどこ、司会のバナナマンです。どうも。三重県は何でしたっけ。あれちょっと今忘れちゃったんです。今言えよ。今言わないといつ言うの。親がふざけてつけたそうです。だって絶対名前つけてない。あの下から読んでもなかなかないじゃん。あ、ごめんね。ありがとう。優しいね。優しい。あ、ごめん、ちょっと。ごめんね。あ、ごめんね。ごめんね。やめろ。あ、いいですね。太ってるって本当にね、みっともないんだから太ってるってのは。お前が言うな。時間がない。井村さん、時間がないんで食べてください。時間がないですか。はい、一口で。じゃあ行きたいと思います。はい、一口で行ってください。え、何これ。はい、5秒前、4、3、2、1。おいしい。喋る位置が決まってて、大人が決めることなんか破っていけばいいよ。もしよかったら付き合ってください。お願いします。お、全然いいよ、いいよ。嬉しいけど、俺卒業したら遠くの工場に行かない。俺工場行くから。それでもいいよ。それでも行ったって、俺お前が思ってるよりももともと遠くの工場に行くんだよ。、はい、うん、あいつの顔が面白いとかね。あんなの見たことねえとかさ。やっぱ人を魅了するってそういうことだもんね。まあ、そうな。ちゃんとやれよ。お前らちゃんとやれよ。ダンス大好きなんですよ。引き返さなくて、引き返さなくて、ダンス。おお、やるね。おい、遅いよ。泣きすぎる。終わんねえよ、これ。いいよ。はい。泣いてますかね。なんで。いや、よだれに限らず、なんかもう、あの、汁を出すのはいいかも。ないのですよ。ありがとう、ありがたきお言葉。あ、いた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 。だといや、お前らが無理で俺がやりたいよ。よかったな、これできて。バラクチ1個言ってみ。あ、今日あのファッションは、それはあのクリスマスを意識したんですか。そう、メリークリスマス、悪口じゃねえだろ。あ、でも言ってくれ。ボールボール。いや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 、待て待て、どのレッスンよりも難しいかもしれないよ。決まった。じゃあお疲れした。また3人決めたら帰れる。決めたら帰れるシステムじゃない。そんなルールだ。ゲストいや、まずまず、うわ、それやられちゃう。もう名前なんていうの、僕のこと。坂東英二さん。よー、知ってるね。ごめんね、僕忙しいから、あの博多こトンボ帰りやから。はい。まあでもね、ちょっと僕博多トンボ帰りで頑張ってください。異様な面白さがあるんだよね。なんだろうね、あの顔をするだけで。ちょっとやっぱ似てんだよ。似てんだよ。やっぱね、似てる。加藤さんも。これができると加藤君もできると思う。あ、多分できるんじゃないですか。多分できるじゃないですか。そこやんなくていいですよ。笑い方。
いいですね。ヤギね。それは何で笑うとヤギね。私インドにやってますからね。何やってんの。いいですね。できた。ティアラ取ってきた。え？取ってきました。はい。オカマじゃないよ。はい、どんだけって一回だけ言って。どんだけ。インドリーさんダメだって。あやばい。あ。始まりましたバナナマンのクレイジー TV。 全然違う。乃木坂ってどこよ。そうですね。そしてついにはティッシュを配らず一人泣き出してしまう。あのちゃん、なんで大丈夫よ。配れない。手出してれば誰かもらってくれるからさ。俺も苦手だね。俺もね。